2019年5月28日、神奈川県川崎市のスクールバスの運転手している Y さんは、今日もいつものように市立開拓学院に通う小学生を乗せるため、スクールバスを停車させて小学生がバスに乗るのを待っていました。そして次々と小学生が乗ってくるのですが、その途中、突然小学生の後ろの列から、キャーと叫び声が聞こえてきました。 Y さんは一体何が起きたのか慌てて声がする方を見てみると、なんとそこには刃物を振り回しながら、ぶっ殺してやると叫んでいる男が後ろで待っていた小学生を次々と刃物で刺していたのです。 Y さんは急いでバスから降りて、何をしているんだと怒鳴って追い返そうとすると、男は数メートル逃げたのですが、なんとその直後自分が持っていた刃物で自分の首を切り倒れ込んだのです。後日結局この事件では2人が死亡し18人が怪我を負ったのですが、なぜ犯人がこのようなことをしたのかは未だ分かっていません。